米屋町商店街と道場門前商店街をつなぐ魔法の屋根米屋町商店街中止商店街にある山口伊津屋山口市中心商店街は山口県山口市にある商店街とその名前と同盟の連合会組織である250以上の店舗が集約されており空き店舗率も10%台前半程度を前後している歴史も古く各商店街の名前のルーツは 南北朝時代まで遡っており、山口三大祭りといわれる山口祇園祭り、山口七夕朝鎮祭り、山口天神祭りの三つのお祭りはこの商店街を舞台にしている。萩尾館と石州街道の影響もあり、山金交代や明治維新の影の舞台としても存在した。以下の七つの商店街が複合的に集まっている状態であり、実質的に一体となった。 商業空間を成している。このうち、西門前引く、道場門前米山町から中市の各商店街は東西に伸びる約700メートルの一連のアーケード内にあり、中市商店街の東に大市商店街が南北に伸びる県道山口あい線沿いに駅通りと新町の各商店街が連なっている。中心市街地の衰退に伴って生じた空き店舗を利用して、 山口市市民活動支援センター、サポランテ、育児支援交流スペース、テトテト、アンテナショップ、名産店山口さんなどの特色ある施設が見られる。かつては、山口市唯一の百貨店である、ちまきが中市商店街に出店していたが2008年8月末で、閉店、ほかさきや、大英も出店していたが、いずれも1998年に撤退している。 現在、大栄跡には生活共同組合コープ、山口が出展し、千まき屋跡には山口伊豆津屋が2008年10月3日に開店した。近年は空き店舗も減少しており、山口県下では有数の空き店舗が少ない商店街である。現在、7つの各商店街は、それぞれ独自に商店街組織を構成しており、中心商店街全体を指す商店街組織として、 山口市商店街連合会という組織が設立されている。山口商工会議所を中心に、山口市中心市街地活性化協議会が設立された後、より一体的な活性化を模索している状況にある。山口ケーブルビジョンで放映された c p 戦士ブチエイジャーのロケ地。最寄り駅は JR 西日本山口線山口駅。 駅正面を北上するとそのまま駅通り商店街となる。新町商店街沿いの米屋町バス停が商店街全体の最寄りとなる。山口市内を運行する路線バスが停車するほか、山口市内を発着する高速バスの主要停留所となっており、山口市における交通拠点の一つとなっている。米屋町バス停に停車する各バスは山口駅を経由する。 米屋町バス停に停車する、路線バス米屋町バス停に停車する高速バスまた、山口井津谷北の県道、宮野大都市線沿いには、西京橋バス停があり、こちらは、傍聴バスの山口市内線の大半と、東京行き高速バス、萩エクスプレスが停車する。自家用車利用の多い山口市近郊の交通事情を反映し、周辺の9つの民間駐車場と提携しており、 商店街での利用額に応じて駐車料金の割引が受けられるようになっている。ありがとうございます。